皆さん、こんにちは。本日、高谷大店の方が来てくれるなんて思いもしなくて、初めて第1回目なので、まあ、身内だけいればいいかな、4人くらいしか座るところがなくてもいいやなんて簡単に思って、でもね、ここにいらっしゃってる方は、次回、自治会、自分も出たいぞっていう人たちがきっと大勢いらっしゃるんじゃないかなと思うことで、今後ろにいる、今から歌ってくださるミュージシャンの人たちはドキドキしてるみたいです、顔ぶれを見て、で、こんなところから歌声を発信して、でここからまた次のステージ、大きなところにどんどん行ってくださる人たちがここを一応登竜門にしてくれると嬉しいなっていうのと、私の音楽好きっていうのがこんなちっちゃな八畳までもやれるんだっていうところをみんなに見てもらいたくて始めました。ぜひぜひ今日ね楽しんでてください。それでここにあるお菓子はもう勝手に手を出してください。皆さんが持ち寄ってくださったもんです。でコーヒーとか紅茶とかは私のやれる範囲で適当にのんびりやらせてもらってますので、よろしくお願いします。それでは一組目からご紹介させてもらいたいと思います。志村さん、お願いします。我々今日は出演者はですね、相当緊張感を高めてきております。相当緊張してます、みんな。それぐらいこのライブには、心をこう込めてやりたいなと思っています。でも皆さんはお気軽に楽しんでいってください。で、ハードルを上げてお願いします。こんにちは、志村義彦と申します。今日は一人で、いつもね、二人でやってたりするんですけど、一人なのであえてサイモンとガーファンクじゃなくてポール・サイモンの曲っていうことでやりたいと思います。3曲なのでちょっと曲の紹介。何百年も昔イギリスのノース・ヨークシャー州っていうところのスカボローっていうところに、そこは交易の拠点で、8月になると市が立ったそうです。まあスカボローフェアですねそっちへ持ってきたいわけです。で歌詞の中に、必ず「ハーブ、パセリ、セージ、ローズマリアのタイム」っていうのが出てくるんですけど、これなんか一応それぞれに意味があるらしくて、なんかこう魔除けっていうか、そのまじないみたいな、そんな意味もあるらしいんですけど、まあ今では、曲の調子を整えるみたいな、そんなぐらいの役目かなみたいな感じで解説されてました。でこの曲はポール・サイモンが一から作ったわけじゃなくて、イギリスの昔からこう、伝わる物語をメロディーに乗せて歌うっていうことで、バラッドって呼ぶそうです。で、まあ、日本語では伝承歌みたいな感じで訳されてるんですけども、そういう曲を1曲目にやってみたいと思います。昔はきっとギターでは歌ってないと思うので、ちょっとワンコーラスだけ、初っ端ですけどアカペラでワンコーラスだけで。Remember me to one pretty dear. She once was a true love of mine.Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one pretty dear. She once was a true love of mine. Make me a cambric shirt.
see